これで触り比べてもらうと。何これ。すごい。始まりましたメカニック TV。 引き続き岡山県の本庄さんいるんだけど、これでなんかイメージだとこっちが仕上げみたいな、うん、これで磨いて、ちょっと腰引けてるよ。そんな重くないやん。重くない。ちょっと今日簡単コーティングをシラップ乗っけて水かけて比較します、はい、じゃあ、まあ、いろんなコーティングがあって、本当にあの新車買った時とかはここからガラス系の、はい、うちだとグラスネオを発売して13年ぐらいのロングセラーのガラス系も持ってますし、はい、まあ、簡単タイプの3ヶ月とか半年ぐらい持つかなとかいろいろありまして、今日はちょっと時間がないので、簡易的な数ヶ月持つといいかなっていうウォッシュマンザワックスっていう、撥水、これは撥水ですね、はい、あの撥水のツヤが出るコーティング剤で、これは、さっきのマイクロファイバー、うん、それでいいんだ。それに塗るの？これに、ちょっと濡らしてて、こっち乾いてます、うん、あ、逆に使わないんだ。あ、使わないです。これはもう塗るようなムラにならない？ならないです。これでなんか物によってはさ、最後のこれでムラになってさ、あ、なるほど、なんかうまくなんないなみたいなるけど、これちょっとですね、水が本来はこのウォシュマンダワックスは濡らしながらやるんだ。軽く濡れてる洗車が終わった後のボディ。あ、もう素敵だもん。本当だ。流れ落ちる。これに液剤を濃いぐらいつけて、ムラになりそう。ちょっとなじませて、でこういう乾いたやつと水を混ぜながら塗り込みます。ちょっとね、あの酸っぱい匂いがするんですけど。これ好き嫌いなんですけど、無臭。塗り込んで、そんなレベルでいいの？そんなレベルです。で、カラーボディです。全然ムラもないわ。これはカラブケはもうすぐやった方がいい。これはもうあの乾かせる必要ないです。じゃあ逆にこの面積ぐらいずつやってった方がいいんだ。そうそうそう、こういうふうに、はい、乾かさない。今拭いて。これで触り比べてもらうと、何これ、すごい、ムラにならないんだな、さっきも全然違ったけど、なお一層さらにツルツルに。これでも乾いちゃうと取りにくくなります。そうですね、ただそれも失敗して乾いちゃっても水かけたらすぐに取れる。水かけて取ってもそれはもう塗った扱いになる、取れちゃうってことはないってことだよね。これが被膜ができたものを雨が当たったぐらいで簡単にサーッと流れないような設計になってますし、もちろん中にはコーティング剤で短期間しか持たないように設計すれば雨で流れる。バインダー接着グッとするような性質のものがなければ流れる。いろんでもそれは自分の好みな。そうそう、だから固形ワックスとか大好きな人は知ってるんですけど、あれとてもピュアな、単純なツヤ出し剤なんで、塗ってパッとツヤが出るんですけど、雨が降れば落ちる。落ちるね。どれがいいとかちょっと難しいな。その好みで、やっぱり固形ワックスだとピュアなんで、混ざり物がないので本当にツヤツヤになっていく。確かに。でコーティングの方はどっちかというと耐久させようとするんで、強いそのスマホのフィルムじゃないですけど、長くこう保って傷とかシミとかもそのコーティング膜に、偽性膜としてつけばいい、代わりにつくというような感じ。本庄さんの作ってるやつだと長いやつでどんぐらい持つやつ？そうですね、大体5年サイクルぐらいで再生効果がさっきのグラスネオなんか多いです。5年。でもちろん好きな人はもうそのコーティング膜の上がちょっとずつやっぱ深夜傷が出るので再施工をもう2年に1回とかやる人もいます。パンはいろんなバリエーションがあるんで、だってもうこれ多分洗車超楽だよ。ウォッシュもいらないんじゃないの？ウォッシュもいらないで水だけで流れるじゃないよ。それは言っちゃダメなやつだな。ウォッシュもなくても水だけで落ちる。ちょっと水をかけましょうか。素晴らしい。あら、全然違う。
こっちもある程度、まあ、鉄粉取ったね、うん、ベチャーっていう感じ。こっちは玉になってる。あ、ここは全然違う。だってこれ走ればもう吹き上げる必要もないかも。走ればもうコーティングして洗車して弾きが良ければ水を切る。そうだよね。だってこれだって、あ、楽ちんね。本拭きいらないぐらいの撥水だから。あ、さっきこれだけだとね、もうちょい筋で残ってたもんね。そうだね。もうほら、拭くというより切っちゃう方がいいっていうのはこういうことなんですね。なるほど。本拭きいらないね。これここでもう仕上がったぐらい。もう全然ぐらい。もうこれでコーティング完了。今回のこれどんぐらい持つやつですか今？これは大体もう、数ヶ月。でも数ヶ月持つんだ。でもその次の時にもし鉄粉なかったらまたあれを塗るだけでもいい。そうそうそう、なければ。なので洗車ポリシャーもしないで。鉄粉って洗車しないまま放置すると鉄粉刺さっていくので、もしまんでどんどん洗っておけばすぐ手間だった。で次からは最後のあれで塗るだけでも。そうな、奥が深いね、コーティングは。奥深いね。私なんか板金塗装、板金とコーティングで研磨剤のあれが違うっていうの初めて知ったわ。違うんだね。なんか板金とはちょっと違う。メカドも全然これ仕事としてできそうじゃないですか。できそう。で、例えばそういう整備士資格がないような体力のある女の子だったらこれ仕事にできますよ。しかも結構な値段しますからね、コーティングって1台やるってなったら。そう。それだけの収益を生み出せる、生み出せるスタッフが女の子でもできちゃうっていう商売を、まあ、僕らプロディテイラーとかディテイルなディテイラー、プロディテイラーっていう、職業をこれから自動車の業界に増やしていきたいなっていうふうに思って。コーティングって資格とかは別にないの？全くないです。ないんだ。でいろんなコーティング屋さんだといろんな、もちろん職人気質ないろんな資格もあるし、コーティングってさ、すごいピンキリだったりする値段もね。僕らは今の時代に合わせて簡単に楽に楽しく、それでいて本当にお客様にも喜んでもらえるような商品、だからその簡単にする技術とか。なるほどね。施工を簡単に楽に。今のだったら1台どんぐ、結構だってコーティングなんて1日半日1日かかるってイメージだけど、今のだけだったら本当に数時間ね。え、それを仕上げに女の子やってくれるんだったらその工場行くよね。行くよね。行くよね。私が思うのはね、車を大事にしてる人って事故を起こしにくいと思ってるのね。やっぱ無意識にやっぱ大事に乗ろうとか安全運転になるから、まあ、コーティングかけたらさ、もう絶対ぶつけたくないもんね。絶対傷もつけたくない、うん、だから無意識なうちに普段より安全運転になったりとかするから、まあ、より車好きが増える。軽い車好きだよね、私まで行かなくてもちょっと軽い車好きが増えるための一歩としてコーティングはおすすめけど、ハマりすぎないように、気をつけないとさ。ハマりすぎないようにここのラインがあるから今、ね、女性とコーティングにはハマりすぎないようにしたいと思うよ。それ名言だわ。名言出た。出て出て。女性とコーティングにはハマりすぎない。名言が出た。うーん、なるほど。そうだね。あんまり、そうか、綺麗にしなくていいんだよってことかな、女子も。そうじゃない。そう言ってくれると嬉しい。ありがたい。私もやろう。自分のやる気になりました、うん、俺、うん、今もやりたい。自分あの、僕は綺麗な車で旅をしたい派なので、すごい洗車はまめにやって、でもそれはここで教わったのね。ほっとくとそのどん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 汚れが落ちなくなっちゃうから、モンセンでもいいから豆にあのちゃんと洗った方がいいよっていうのは教わってる、うんうんうん、けど、こういうのを見せられたら やりたくなってきちゃうね。なっちゃう。私ですらやりたくなるけど、そんなにピカピカにしたらもっと気持ちいいだろうな。すごいもんね、ピカピカ。やっぱツヤがあってなんぼだからね、車なんて。やろう。安全運転に繋がる。繋がるよ、絶対繋がる。汚い車だったら荒くなっちゃうもん、うん、ちょっとぐらいいいやって、うん、私もエアロつけた瞬間超安全運転だと思う。だから次コーティングしたらもっと安全運転だ。そうですね、やります、コーティング。ということで今日のメカニ TV はここまで。